これクロートラズがショートに引いてますね。パラノイア入れて中に入っていく。フィスカンセリフ、さあここは振り向いたものの、竹勢フレンジでワンキル、そしてクローラズがキルを取っていきますが、ミンティが残っている。横からミンティ、そしてシルフィーと合わせてワンオーツー、なんとミンティファーストラウンド取り返したファブゲーミング。今素晴らしかったのがショート側にラズ選手とクロー選手が引いていて、サイトラインの打ち合いは5ラウンド勝利したラウンドもありました。横にいるのはミンティ、ファブもちょっと不気味ですけど、ここは一気に寄ってますね。無理はしません。フィスカー中に入っていく。シルフィーのナノスワームと合わせて2キル獲得。これで4対1。最後残ったのはクローアイ。シルフィーのナノスワームがいい設置としてでした。ミンティもキル取って欲張りませんでしたね。はい。リコンボルト。これは厳しい。そしてエイムをずらしたところでしたが、シルフィーにキルが回りました。パケジェ1個リーア手前、そして奥リーア挟んでますね。体力は31、かなり削られている。フィスカー手前、そして奥にはチョコレート、いい働きしましたよ。ショックダーツかなりダメージが入っています。接中3対44人での取り返し。ファブゲーミング丁寧なリコンボルトから入っていきます。11交換、そして3対2、人数1人多い状況で取り返しはどうだ。天才1人取って、ラストはクロー取り取りますが、天才のカバーです。カバー勝負、ファブゲーミングが回されました。今フィスカー選手が本当この闇属性、いやこれラズが中に入ってバースが設置、ハンターズフューリーがある中での設置。ここから強いのがアブソリュートジュピター。これガレージが本当に注意したいですね。まずはシルフィーが倒して、一方ラズがフィスカーを落とす。カバーに入ったシルフィー、これで3対2の人数状況。正面での突破、シルフィー体力は20、いる位置が分かっているナノスワーム。パケジェどうする。これシルフィー HP ないので裏を待ちたいです。ディスミスで時間稼ぎますが、まあ設置までいけて4人削ればエコラウンドとしては上々でしょう。いや今ファブゲーミング側本当に落ち着いてました。アブソリュートジェクター側は設置をした後に中央側を取っていたんですよ、はい、ループを使っていきますよ。まあ、俺はハンターだ、設置はできません。一発まさかここに来る。これもう人数差と早めの取り返し、時間がないと分かってるので、しかし後ろからラズ一発外した。ラズが追いかける。カバーの射程はどうだ。最後フィスカー素晴らしい、立ち回ってからリロードできました。の動きといいますか、はい、ここは2人に入った、当たっている。位置はバレてますよ。これは大きなハンターズフューリー。クロー、しかし天才我慢する、いい立ち回り。しかしヘブン下には対応できません。ジェ走りますね。いい立ち回りできました。これで4対3、やっと人数状況有利が生まれました。アブソリュートジュピター、いやーこの設置ポジション きついですよ。ニューラルセフトも入っています。どうだフィスカー一人で打開できるのか。リコンボルトは綺麗に入って位置がバレていますが、フィスカーということで顔は出しません。珍しくヘブンスターはいない。シルフィーがワンキル取って3対3。うおー、シルフィーチョコレートスラット1-1。どうだ、パラノイア入れた、無理やり解除に行く。この駆け引きはどうだ、ハフまで出る。時間はない、時間はない。いやうまい、これがラズ闇属性。ラズが抑えた、最後はしっかりとキル取るんですね。ただ闇に飲まれない。ボットが鳴りました。いやこれ追い込み量みたいな感じですよ。リーコンボルトが入ります。フィスカ1人目、いやシルフィー、シルフィーのカバー、最後の1人だ。天才が取ってパーフェクトラウンドになるか。パーフェクト、今のはアブソリュートジュピター完璧に追い、バースとなるとハンターズフューリーは上がりません。ロックダウンの構えを見せます。ここ B 後ろから回るケースっていうのを今までジュピターもありました。はい、昨年末の大会でも B 裏取りというのがありましたが、今回は解除行ってますよ、解除行ってますよ。無理やり解除、しかし倒された。ハーフまでは行っています。どこにいるか分かって、ここはフェイク、いやこれリンクしかない。10番セット無理やり入った。ここはクロウが肘入りの時にもやっていました。それを警戒している。しかしフィスカップ抜ける、両サイド抜きました。3人いる B に勝てるんですか。ここから C 展開、動き早いですよ。
パブの完成度の高さ、シルフィー右クリック、今のラズを落とすのも素直にすごいです。ラストは黒ファーストを落とすと、これはこれで9対4となり、追いつくチャンス少し逃します。アブソリュートジュピターやや苦しくなってきます。これ全ての方面を抑えられているので、いやー苦しい。いる位置がバレます。いやここでシルフィーのシールドに被害がないというのも大きいです。ミンティ先行で入っていくシェリフ、設置まではこれはフェイクです。レイタどうだ、横からミンティ、ラズも加わっていく、バースレイタ、そしてタケジェイも加わってきました。4人寄ってますよ。まあ武器差もあるラウンドになります。ラストはシルフィー抜かれた。あらこのドローンで暴かれた瞬間出たんですがレイダです。いやどうでしょう、ジュピターはまだ相場がいないので視界取る方法が人数でしかありません。やっぱり A 取られたリテイ厳しいというのは分かってるんですね。ラズバースで2キル取って天才のカバーが入りました。そしてバースが1キル取って1オン3です。あと30秒、天才苦しいです。最後はレイタです。いやこれよくラズがあそこで A 側から引かなかった。ハンターズフューリーミンティを倒します。タケジェイも加わってフィスカー落とし、ハンターズフューリー2キル目チョコレート落とした。いや今のハンターズフューリー極悪ですよ。残り1名、ジュピターが乗ってきました。パーフェクトラウンド来るだろう読みの A 固めヘブンにラズです。いやヘブン下ですね。ミンティ入ってますよ。ミンティ入りました。タケジェイのカバー、ラズもすでに入っている。ニューラルセフト中、ミンティフィスカー人数逆転。いやこれはジュピターにとっては想定外。パラノイア入っていく、レータこう裏を取っていくか、ミンティ3対1人数差を生かしたい。いる位置が暴かれた。バース最後はチョコレート12対8。リーシルフィーいい位置いますけど、横を取った3対2天才が抜いた。ただロングにはレータ、オペレーター外した、珍しい。これは大きいですよ。ガレージズ固め後ろ取った、タケジェイテイクジェイ12対9です。いや珍しくレータ外しました。今レータ選手が外したことによって 敗北を期してしまうという、まあもちろん絶対王者たる自信があったので。選手の高さが出るでしょうか。ラズのカメラ起動、位置がバレました。リコンボルト入った、ミンティワンキル取っただけでも大きい。カノスワーム下投げ、ここでロックダウン壊されないのが重要です。パラノイアも入っています。何も見えません。3対3の人数状況、フィスカのオペレーターが火を吹いた。3対2表と裏で挟んでいる。ここは竹杖が裏を押さえて、表はフィスカーダメ、攻めるというのがセオリーになっているんでしょうか。先ほどのヘイブンも同じです。上を取ります。早速ヘブンを取ったレイタ、これレイタの当たり早いんで注意したいんですけれども、天才ここを止められてしまいました。あっという間に5対4、スパイク設置までされてからの取り返しです。あそこのレータの位置、天才はちょっとケアできなかったでしょうね。あまりにも早すぎた。さあカメラ一瞬で壊されます。ここはバースが乗ってバース2キル、さあレータも2キル取って1オン4、あっという間です。さすがのアブソリュートジュピター。1人削る、ね、2人目も削った。最後は黒でバッキー構えている中、ラズレイタで2キル取って、まだ手前にいる。ここも甘えません、レイタの2キル。やはりレイタのファーストブラッド力といいますか、1キル目を取る動きは強いです。ファブからするとこのマップ、完全にアブソリュートジュピターの支柱にはまっています。ラズもこのアタッカーベースで裏取りをずっと警戒してるんですよ。パーフェクトラウンド3-0ですね。さあマーケットからの
侵入、レイタが天才を落としてチョコレートが返している。1-1交換、残り7秒。さあ設置させないように動いていくか、バース3切る、中に入りきれました。最後はクロー、ここはジュピター、ギリギリまで時間を位置が暴かれました。さあ取り返しのファブゲーミング、いやいやここから固めていくアブソリュートジュピターに対しては対策が難しい。これクローあっという間にエーショット裏取ってますから、その皮切りはフィスカーのオペレーター、人数イーブンです。エンプレスまで打ちました。パケジエもちょっと顔を出す、ショート固めのファブゲーミングに対して人数をかけていく。ユラセット、天才シルフィ、ラズの位置がバレた。パケジエはどうだ、タケジワンキル取ってディスミスで中へ、時間稼ぎ、最後の1人だ、ワンオツ、時間はありません。武器キープもできずで、いやこれラズが A ショートから来てるんですよ。正直そうだ、ラズが入る前に中を取りたい。ラズの裏取りはどうでしょうか、間に合うか。裏を警戒してる天才、警戒していたがラズの体力は5、ただ中を取るか後ろを取るか、ファブゲーミング判断が難しい。ボートにパラノイア外れています。フィスカーのカバー、最後はミッキー正面突破、そして後ろの警戒もバッチシでした。これでさらにジュピターのクレジットを減っていきます。展開、いやこのオールドローン大きいです。1人奥に見えました、上からのカバー、ハンターズフューリー一発でも当たれば落ちる、ただハンターズフューリーを追いかけていくバース、悪ですね、悪いですね。今のはまだ設置しないんですよ。あと30秒、これ30秒、ゲージ起動、スパイクを設置、残り1名、これ半分までいきますよ。ガチだ、なんだそれ、スパイクを設置、ミンティ無理やり顔を出す、いやノーアビリティ、いやここはずれた、グーラシックが強い、そしてヘブンシャバースが2キル取るものの、最後クローはどうだ、ワンオンツー確定する、体力は30です、解除してハーフまでいきます。うわ浮いた、これチョコレート苦しいですよ。ハーフガチだまたもやキャットに A バサミの形を取っていくジュピター、パラノイア入った、カバーに入っているシルフィー、素晴らしい連携です。シルフィー2キル、3キル目、うお、そしてヘブンではミンティ、パーフェクトラウンド上さん、今のキャットの守り完璧でした。コンサーシャドウでサイトライン飛んできましたか。まずは1キル2キル2オン2は持っていった、このカバーにクローが入りました。2オン2あと10秒、設置入った瞬間ショックダーツを刺していきます。ヘブン下の位置はバレていません。ギリギリ逃げ切ったタケジェ、大事なポジションタケジェ、上と下で挟んでいます。シルフィー、まずはどちらを狙うか、裏から行く、これまたクレバーの動き、1人目、今度はガチなのか、ガチじゃない、タケジェが最後は抑えて6対6です。設置はまだキャンセル、裏からレーター、そして横からタケジェ、チョコレートのカバーが入ります。クローもそこに加わっていきます。設置が遅かった、だからこそ時間が作れたアブソリュートジュピター。いいカバーです。最後はバースが倒して6対7、いや後半のワイヤー壊してセンターがバレました。しっかり頭は抜きましたけれども体力は残り半分、そこからの A 展開待っているのはレーター、レーターバッキー、あえて映る、
タケジェのキャットからのカバーです。これで中は設置できます。2対4、残り1名フロー、タケジェのキャットからのエントリー、ヘブンはラズ。さあポイント移りました。ディスコよくバッキーで倒しました。まあ、設置まで行けて2キル取れればエコとしては十分でしょう。あそこでオペレーターを持たれてしまうとラフターがアビリティを何か使わないといけない状態なんですよね。タケジェがキルを取って4対3、人数少ない状況のファブゲーミング。ハンターズフューリー、ヘブンへのアプローチでしょうか。ヘブン下ですね。その間にヘブンでワンキル、そしてこのメインでのトレードワンオンツーです。最後はバースのガーディアン、これで6対10です。今オペレーターを持っていたミンティ選手が、まあ、ラフターからパラノイアが入っています。ここでの攻防はどうだ。サブゲーミングを押し切れるか、見えています。最後の1人だ。マーケットからのカバーも早いですね。最後は1オン3、6対10のラウンド数、キープの方に移ります。今のところファブゲーミングが少し攻めるときに勢いといいますか、はい、やはりジュピター側の守りに出てきてほしくはないと。まあ、でもやっぱり皆さんうまいですからね。さあ再開です。8対11、ラズが今まで取ってこなかったポジションですよ。セットアップ B、 ラズが抜きます。ただ追い込まれた。どうだ、ここでのラズの強さは。カバーはどうだ、無理やりこれはカバーに入らなかった。バースはあくまでラズは捨てた、賢明な判断です。ただパラノイア使ってしまっているので、チョコレートの体力は30、スパイクドロップ、スパイクを回収。ここでバースミンティーシルフィーで落としていきましたね。バースがいなくなりましたね。さあファブ、ハンターズフューリーがあります。ただ打ちにくい環境です。どうだ、レータのブレードストーム、いやー、リコンボルト抜いた。リコンから抜きました。人数差できましたよ、ファブの得意な。2対3、2対2、最後の1人だ。リコンボルト移った、ワンワン、クローが取った。8対12。いやー今シルフィーが、はい、やはりこの武器が正義なのか。鬼バッキー、天才が潰されます。ここで勝負を失ったのは2人でフォーカス。4対3、中に入れたファブゲーミング、さあボートもクリアです。ガレージは1人シルフィー、そして後ろからラズが襲いかかってきます。マーケットからまずはこのドローンを流して手前クリアです。これはフィスカーの残り HP 少ないですね。ラズ対シルフィー、どうでしょう。シルフィーがバースを落として、後ろのラズはあくまで逃げる形、いる位置が分かっているシルフィー、素晴らしい立ち回りです。シルフィー強いですね本当に。これでラウンドストック数10対12になっていきますよ。セーブのバンダルです。これファブはヘイブン10対13でしたっけ。あそこが13と10のはずですね。となるとあと1本取れば、はい、特質ラウンドでジュピターの上を行くことができる。まあ、もちろん他の、ね、結果にもよりますけれども。データバッキー、またシャーストキル、2キル目、無理やり取っていったフィジカル。ここでやはりバッキーは正義でした。なんだあの動き避けてましたね弾を。いや本当に落ち着きたいファブゲーミング。3対4、このタケジェイの位置気づかないでしょう。気づいたシルフィー、3対3、どこにいるか分かる。ニューラルセット、さあバース、バレて2対2です。ラズの位置も割れているので落ち着いてラウンドを取りたい。設置いきますか。これあえて回ります。敵残り1、出た瞬間カバーに入った。ジュピター取れば13対10。最後